士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。先生が危ない。その怪我、かすり傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。どうしよう、どうしよう。まずまずの敵だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ心を乱される。先を急ぐぞ。走れ駆け。どのような野営です。兵の多くは弓取り。赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための体のいい道具よ。巴は猛虎につく前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは賊の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのですか。まあ聞け。お主ならばその賊を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの賊と同じように処したまでだ。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広則、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。あれは何事だ。戯れにあやめおって。
これは稽古だ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し。武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ。殺すためではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の戸川、死も追わねばなるまい。わしが切ろう。しかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう。弟子に取ったとき、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。もうつくぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。弓取りを着々と育てておるわ。雪中だ。日本式との名。ムクロを的に。まったくしつけがなっておらん。あそこを奪えば見どころが分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。確かですか。調べましょう。物資の目録、豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と櫛に一つずつ。さらに増えるな。
フミだ。日本語です。なんとある。大ハーンに慎んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを旧兵にお教えいたします。その暁には石川と酒井の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは水泡に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。ケンジ、どうした？いや、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人、何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ、今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。この機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。食料も多いな。魚、野菜、米、泡、これらすべて島のものか。奴らの口にも合うんですね。食料と薬があるぞ。酒樽があるぞ。お主何か知っておるな。猛虎に酒売ってるのあっしだけだと思ってません？ああ。そんな、ひどい。小屋には何もありませんでしたよ。あるのは。ケンジ、殺してやる。お主は？ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様。
噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに銭を払わず、代わりにこの夏男を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた。スゲガサ州から盗んだ。酒井様、猛虎の気をそらせます。逃げるつもりか。そんなそんな、策ですよ。信じて。当てにはならんな。そやつと逃げろ。夏男、もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。酒井様、お願いいたして。これなら安全だ。ありがとうございました。ああ、助かった。これからどうするのだ。これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか、うん、持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。何か手はあるさ。見つかったら殺される。アザモからも出られたろ。死にかけたじゃないか。ジン、待ってたよ。ご遠慮なくご覧ください。
寺で争いだ。そうか、危ない。血で汚すとは許しておけん。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば、僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり、寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は？近しい僧と避難を。無事だといいのですが。志村様の旗のもと、津島の寺が一つ。孔明様は無事でしょうか。杉寺の地、豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。よし、集落に向かうぞ。こうした戦の最中では神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし、見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな、励むとしよう。
様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。さといお方だ。ある時兄と方針が口喧嘩をしたのです。すると孔明様は昼夜を問わず石に怒鳴ってみせました。二人は己を恥じて仲直りを。兄君と住職の仲は。父親のように慕っておりました。住職が猛虎に囚われておるなら好都合であるな。口車に乗せ追い払ってくれるだろう。孔明様のことが分かってきて。猛虎と戦うのですか。見つかれば捕虜が殺される。俺一人で行く。孔明様が危ないのに黙って待てと。取り乱すのはやめろ。他に手はなかろう。ではあとは頼みます。村の中央に橋があります。そこで落ち合いましょう。Kesin hun ortayın o mettedir. Yamar ne göm harbo. Yapça haber çıkıyor. で志村様も猛虎に一矢報えます。来てくださったのですね。安全なところへ。抜かれてないぞ。少し前まで待たせてしまったな。ご住職が狙われてます。そのようだ。数人でいらしたのですが村を襲われてから見ておりません。
ちはろめでえひょまいらくひょうちゅうしわだったOh!
Ready! Yagyum har simo. しまうかと思いました。鍵は猛虎に奪われたのか。いいえ、お持ちください。これで猛虎はもう何も奪えません。皆助けたが住職はおらぬようだ。橋で乗り鬼に会おう。見つかりましたか。まだだ。おそらく村におるはずだが。火元を調べてみましょう。行くぞ。してしまう。違います、孔明様ではありません。他を探せ。生きたまま役なんて。ノリオ、水桶、空だ。割られたのでしょうか。藁を濡らして身にまとい裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。
さあかかってこい。ウチロック、ザファイア。血があり、飛び降りたの。滝の裏に、洞穴があるぞ。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければそうは逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自世の句か。法華経には誰もが仏になれるとはあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。
住職の声が聞こえませんか。猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。櫛寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われるとは。手を結び猛虎を倒すぞ。本尊を見つけねばな。どうしてご本尊が…ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い、浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。今のは何の話だ。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことで、どの層も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。静まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ、寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。あと、恐れているのか。荒らされているところはないようですね。ふん。硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で三人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が賊を斬り、寺を守れたのです。あれを。うう、寒い。何があった。一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った。森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。猛虎の野営です。本尊があるはず。まずは奴らを罰してやらねば。Thank you.
昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。兄が成敗して名を上げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。櫛寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。